竹尾社長のだから金鋭堂。金鋭堂の竹尾です。今回緊急で動画を撮らせていただいております。大栗の伝説ともいえる代表的なモデル、今私がかけておりますこの大栗ストレートジャケット、そしてこちらの大栗 M フレームがなんと金鋭堂に再入荷です。このオークリーストレートジャケットは1999年にもともと初代がリリースされました。そのスタンダードなシェイプで幅広いユーザーに愛用されてきたモデルです。そのストレートジャケットが2007年リデザインされて待望のリリースを果たしました。その後アクティブライフモデルの特徴であるこの流線的でスポーティーなデザイン、造形的なこのスタイルに多くの方が魅了され、そして多くの方々にお買い求めいただきました。それが廃盤となってからも多くの方がこのストレートジャケットを愛用していらっしゃいましたが、部品がなくなり、そして本体も廃盤となり、もう二度と復活することはないだろう、そのように思われておりました。ですが2022年夏、金鋭堂に数量限定でこのストレートジャケットが再入荷です。そしてオークリーを語る上で欠かせないスポーツサングラス、オークリーの M フレームが2022年夏同じく金鋭堂に再入荷です。この M フレーム、オークリーを代表するスポーツサングラスの一つですが、長年この M フレームは多くのアスリートの方々が使用し、そしてこの M フレームをかけて素晴らしいご活躍をされた姿をきっと多くの方がご覧になったことと思います。その後この M フレームはスタイルを変え、レーダー、レーダー6、レーダー EV、そのように進化を遂げたスポーツサングラス、この礎となったサングラスですが、このデザイン、そしてタイトなホールド感、そういったところから今現在でも多くのアスリートの方々がこの M フレームを使用していらっしゃいます。市場では残念ながら廃盤というようになってしまったんですが、2022年夏、金鋭堂に数量限定でこのオークリー代表的なスポーツサングラス M フレームが再入荷です。
今回入荷したこのオークリーのストレートジャケット、そしてオークリーの M フレーム、フレームカラーはいずれもマットブラック、そしてレンズカラーはグレーのレンズが搭載されております。一点気をつけていただきたいのがこのストレートジャケットの方ですが、フィットは US フィットというような形になっておりますので、このままですと頬についてしまう、鼻にしっかり乗らない、そういった方もいらっしゃるかもしれません。ですのでこのノーズパッドの部分に関しては金鋭堂でしっかりカスタムをさせていただき、しっかり皆様のお顔にかかるように調整をさせていただきます。ついに再登場した待望のオークリーのストレートジャケット、そして M フレーム、数に限りがありますので、ご希望の方はお早めにご連絡ください。オークリーを代表する伝説のスポーツサングラス M フレーム、そして高い人気を集めたストレートジャケット、数に限りがありますので、この機会をお見逃しなく、どうぞよろしくお願いいたします。金鋭堂ではさまざまな新しい情報や皆様のお役に立つ情報を発信しております。ぜひチャンネル登録をお願いいたします。だから金鋭堂